ご飯は裏切らないというか、レストランっていうものを初めて体験して、なんだこれはみたいな、夢がありすぎる。レストランっていうのは夢を与えてくれる場所なんだ。自分が食体験にまつわる感動したことだったりとか、まあ、印象に残った出来事を言葉にして世の中に出すっていう仕事なんですけど、雑誌で連載をしていたりとか、特集とかがあった時に食の旅をして文章を書かせてもらったりとか、あとはそういう食体験についてまあ言葉で話したりとか、なので今ラジオとポッドキャストの自分がパーソナリティをしている食べ物の番組とかもあるんですけど、まあ、エッセイっていうのが軸にありつつ、手段を問わず食にまつわるストーリーテリングっていうのをしているっていう感じですね。まあ、学生時代からブログとかで自分の食べ物に関する、まあ、日記みたいなものをつけてたんですけど、それがたまたま出版社の方が見てくださっていて、本にしませんかって声をかけてもらって、まあ、学生の時に本を書いてっていうタイミングで、まあ、その時にこう自然とそういう食べ物について語るっていう仕事をするようになってたので、なんかなるぞってなってやったっていうよりは、本当に子供の頃からつけてた日記がブログになって、でそれを見てくれた人が本にしませんかって言ってくださったので、まあ、気づいたらそういう機会をいただいていたっていう方が正しい。子供の頃、生まれは福岡で、幼稚園生の時に東京に引っ越して、結構週末に家族で揃ってなんかレストランに行くみたいな習慣ができたんですよね。で、そこでレストランっていうものをなんか初めて体験して、なんだこれはみたいな、夢がありすぎるみたいな、もうディズニーとか行くよりも私の中では楽園っていう感じで、それが多分きっかけですかね。ここからいろんな味を知っていって、はい、その当時の頃と今とレストランに対する印象とかって何か変わりましたか？まあでもなんか根本的なレストランっていうのは夢を与えてくれる場所なんだっていう、まあ、信頼っていうか期待っていうか、そういうものはもう全く変わってないですね。その夢から覚めることはないのではないかっていうくらい、なんかその体験に対してのすごいなんか全幅の信頼みたいなのは置いてるかなっていうふうに思います。平野さんといえばやはりロイヤルホストのイメージが、あ、そうですね、もうロイヤルホストはもう大好きですね。だからロイヤルホストはそれこそその東京に行く前から、まあ、福岡の企業なので、もう家族でずっと行ってて、だから、まあ、きっかけは東京に出て、まあ、レストランってこんなに感動なんだって思ったけど、その前にもうすでにロイヤル様っていう素晴らしい食体験はあって、あ、そういえばロイヤルって素晴らしかったなっていうのを、まあ、後から気づいて、本当に未だにずっと愛してる。好きな食べ物って、なんだろう、好きな食べ物はフライドポテトです。で、嫌いな食べ物が、普通食に関わって食について書いてる人ってあんまりないみたいなんですけど、私はレーズンです。ノーレーズンサンドイッチやられてると思うんですけど、はい、あれはレーズンは使われてない。レーズンが苦手なんだけど、レーズンサンドってすごいみんな嬉しそうに食べてて、子供の頃とかも母親がいろいろ人からレーズンサンドとかもらった時にもうわーみたいな感じで喜んでて、でも自分はレーズンが苦手だから、その感動が味わえないと悔しくて、レーズンの入ってないレーズンサンドがあったら
食べられるんじゃないかっていうので作ったのが、まあ、レーズンとそれ以外の果実を挟んだノーレーズンサンドっていうお菓子のブランドです。嫌いな食べ物があった方がなんかその食べ物がどんな味わいなのかのなんか想像力に終わりが来ないからなんか夢があっていいんじゃないかなと思いますけどね。なんか知らない、なんか牡蠣食べて周りの人がうーんとか言ってても分かんないわけじゃないですか。だからどんだけ美味しいんだろうなみたいに思えるじゃないですか。なんかそれってすごいなんかこう自分ではこういう味なんだな、こういう美味しさなんだなって気づく以上になんか夢があるなと思いますけどね。今一番ブームが来ている食べ物、ブーム来るんですよね。はい、来ました、はい、ニシンナスです。和食の一つの料理なんですけど、ニシンとナスを、まあ、それぞれで炊いたりとかして炊き合わせるっていう、まあ、京都とかの方でよく見られる、まあ、京都的な料理なんですけど、夏のニシンナスって美味しいんです。ナスがまず美味しいですよね、夏はね。そこにニシンが入って今めちゃめちゃハマってます。毎年夏よく食べられる？あ、でも今のブームですね。まあ、前から食べてたんですけど、なんか最近立て続けに和食のお店でニシンナスを食べる機会があってめちゃめちゃ美味しいなと思って今一番ハマってる食べ物です。今年どのタイミングでどうやって出会われたんですか？先月に1回和食のお店で食べて、で1週間くらい前にまた食べて別のお店で、やっぱ美味しいなと思ってちょっとニシンナス探求したいなと思ってます。自分自身がすごい食事をする時間っていうものに救われてきたっていう実感がとてもあって、まあご飯は裏切らないというかなんとかどんな日でも辛くても苦しくても大変でもまあ、ご飯美味しいって思えるっていう時間が取れたことでなんか明日も頑張ろうって思えるみたいな経験がすごく自分の人生の中にたくさんあるので、まあ本当にどんな時もそうやってご飯はお守りのようにそばにいてくれるんじゃないかっていうことを、まあ、伝えるというか、まあ、感じてもらえたら嬉しいなっていうのは